はい、マンデー放置。水井デスクは今日いません。はい、私一人でお伝えしたいと思います。交流戦終えて、さあ、リーグ戦というところで、皆さんに理想の打順はどうかという、打順総選挙？そうですね。コメント募集しました。コメント募集したところ、327件。はい、じゃあこの結果をですね、今日は発表していきたいと思います。理想の打順みんなで考えよう！放置プロ野球チャンネル。ということでですね、交流戦、阿部監督が、交流戦は短期決戦、そしてこの秋への予行練習ということで、まあその大学のリーグ戦のつもりで、2勝して勝ち点を取っていこうということで始まった交流戦だったんですけども、山あり谷あり、モハメドあり、いろいろあった交流戦でした。はい、簡単に振り返ってみたいと思います。まずはソフトバンクとの3連戦。ねえ。初戦にいきなり完封負け。完封負け。はい。お、やっぱ、ホークス強えなと、ソリーグ強えなっていうところだったんですけども、ここで試合前のミーティングですか、この。2試合目の試合前ミーティング。うん、試合前ミーティングで、阿部監督が一つのキーワードを提示したわけです。ブリブリ、振っていこうぜということで、ブリブリ打線というふうな言葉を、一つキーワードに挙げてやっていこうってなったら、うん、こっから勝ち出す。はい。ホークス戦勝ち越し、ここから3カード連続勝ち越しに行くんだよね。そうですね、行くかなと、このまま行くかなっていう、これはいけると、はい、ああもう何がパリーグの強豪恐るに足らずと思っていたら、そっから皆さん悲しみの6連敗、いやー辛かったね。はい、放置プロ野球チャンネルのコメント欄も皆さんからの厳しいご意見が殺到した次第だったんだけど、最後日ハムとのね、そうですね、エスコンでの交流戦、ちょうどこのね、また監督が、監督が動いて、はい、こういう時だからこそというのも言ってね、連敗をなんとか止めて、今日はすすきのみんなで飲みに行っちゃおうって言ってっていうことで、この、はい、明るく、うん、ナインを鼓舞したところ、結果的に2勝1分け、はい、勝ち越しで、まあ、最後もね、延長12回、そうですね、ラストゲーム、はい、3時間53分の死闘の末に、ドローで、結果的に、交流戦7位と8勝9敗1分け、まあ借金1ではあるんだけども、でこれがいろんなデータでちょっと今までとはそれまでのレギュラーシーズンとは変わったね、うん、要素がいろいろ出てきてます。まず特筆すべきは、72得点これはなんと12球団1位、はい、いやー打てるようになってきた、はい、打線に元気が出てきた。ただチーム打率ということでは2割4分1厘ということで、まあ12球団中交流戦では7位、うん、ホームラン数は12本ということでこれは4位なんで、なんかこうジャイアンツらしさな、まあ、効率よく得点できたのかなと、ね、それは言えるよね、うん、一方で、チームの防御率が 2.78 ということで交流戦期間中12球団中8位と、はい、いささか疲れも見えてきてるんで、まあ、ただ ね投手陣はやっぱりここまで気にしてきたというところでは攻められないなっていうのがね、はい、うん、あるわけです。セリーグの他球団の動向でもいろいろこう変化が出てきました。 DeNA が11勝7敗貯金4の3位、うん、ヤクルトが9勝7敗2分けこれも4位ということで、うん、こう調子をね、はい、上げてきたよね。あと広島カープが10勝上がってきたんですよね。10勝8敗の、5位ということなんで、まあ、カープが、まあ、今もセリーグの中では首位でね、盤石ではあるんだけども、一方で阪神がまさかの、交流戦失速で交流戦11位、6勝11敗で残り1試合を残してはいるんですけども、交流戦でちょっと失速ですね。完全にねバタバタしてる雰囲気は感じましたよね。感じるよね、はい、近本選手を4番に据えたりして ね、それに関してね、うん、結構ファンがどうなんだろうってなっちゃったりして、結構我々ねほらジャイアンツでやってて常にジャイアンツ中心にいろいろ物議醸してるじゃないですか、はい、タイガースも大変だよ、ねえねえ、デイリーさんにはこういうチャンネルないからねこうなんか顕在化はしないんですけども、4番大山選手がね、ねえどうなんだと、どうなんだとか、はい、いろいろ大変ね、各球団ともまあ交流戦をきっかけにいろいろ上下を起こしてるというところです、はい、で、我が軍ジャイアンツですけども、はい、このねちょっと日本ハム戦で面白い出来事というか、この試合前に日本ハム3連戦前に結構びっくりな出来事だよねこれね。これ多分関係者
の方で驚いた人も多かったんじゃないですかね。めっちゃ僕もプロ野球の取材もずっとやってるけども聞いたことがないというか前代未聞、まあ、お互いの正義というか、うん、ピッチャーはピッチャーのじゃあバッターはバッターのバッターなんだけど、ね、スポーツ報知の、6月15日の2面で詳しく報じています。今日は投手コーチとバッテリーコーチヘッドコーチも含めて相手が嫌かもしれないという打順でいってみようと。安倍監督です、ね、そう安倍監督がね独断で僕が決めたわけじゃないからということでなんと投手コーチの意見も加味して打順を組み替えた、はい、でそれが、丸選手、増田大輝選手、ヘルナンデス選手、岡本和真選手、萩尾選手、吉川選手、坂本選手、岸田選手、井口選手というふうな並びにしたところ、はい、ファイターズとの第一ラウンドが7番坂本のホームランで始まり、先制ホームランですね、先制ランで始まって5番萩尾がタイムリーで6番直樹選手が2号スリーランでさらに5番の萩尾選手が義肥でということで6打点5、6、7、まあ、うん、6番と7番に関しては今季初めての打順でという、うんね、そうなんですよ。それでね、まあ、投げては戸郷選手がというところなんでこれでこの6連敗を止めるという、はい、これなかなかの荒れ文字だよね。ちょっと安倍監督らしいというからしいよね。なんていうかこの常識にとらわれない。とらわれない。ピッチングコーチのこう意見も加味して相手の投手からすると嫌なんだ。そう、そういうことですよね。はい。でそこでその坂本選手を7番 DH に置くところで、はい、まあ相手からするとまあそれはそれで嫌だよね。まあそれに応えた坂本選手も立派だ。立派だということで、はい、これでねなんとか連敗は止まって、いい形でのフィニッシュになりました。はい。というわけで。でプロ野球チャンネルでは、はい、やってみようじゃないかやってみようじゃないかということで、はい327のコメントをいただきました、はい、本当に皆さんどうもありがとうございます。はい、さあその中でこのね、打順ファン総選挙早速じゃあ結果の方、はい、行ってみましょうか。じゃらららららん、第1位丸選手、1番バッターは丸選手が56票ということで2位の直樹選手が17票ですから3倍以上、はい、もうダントツだね。そうですね。はい。今、なんと言っても丸選手、一番完全にハマっていて、あとはやっぱり選球眼もいいし。そうですね。出塁率が高い。出塁率が高い。ちゃんとね、仕事ができるというところで、丸選手一番というのは、もう完全に。皆さんいろんな人。いろんな人。ファンの支持を得てるなっていうのがわかります。ただ、あれだね、これこう、例えば2票のところに浅野選手が入ったりとか、はい、1票のところに秋広選手が入ったりとかね、やっぱりまあこう近未来はこういつまでも丸選手には頼ってらんないよっていう風なファンの方々の、まあ、おっしゃる通り、うん、ファンの方のコメントをいただいた中で、皆さん現状ならこうなんだけど、はい、近未来とか理想的にはこうなってほしいなっていうところで、うん、浅野選手の名前とか、うん、秋広選手の名前、ね、浅野くん見てるかいということで君はね将来不動のリードオフマンになってほしいんで頑張ってください。はい、ね、はい、じゃあ2番いってみましょう。ダラララダン、2番最多得票数はヘルナンデス。エリちゃん来ましたね。30票。これもまた2番の直樹選手16票にほぼ倍つけるというところで、はい、じゃあ正直ねヘルナンデス選手が来なかった交流戦、いやー想像つかない。どうなっていたか。めっちゃいやー ちゃんとね、いやこれさ国際部の皆さんって、はい、例えばお堂話が帰っちゃったとかでね、うん、何やってんだみたいなことばかり言うじゃないですか、はい、国際部の皆さん本当に日々ありがとうございます。ヘルナンデス選手を連れてきてくれて本当にありがとうございます。もうね皆さんで、ね、本当にこれはねヘルナンデスを取ってきたスカウトさんには感謝だ ね、うん、今もうそのヘルちゃんをどこで使おうかっていうのが悩みになるぐらい、はい、悩みになるぐらいで、もうこのねいやこれなんか近年にない本当にありがたいね仲間が加わってくれたということなんで、これはまあ2番すごいよね。はい、うん、ヘルナンデス選手をまあ一つね最多得票数ということで、さあ続いて、いやの前にまあちょっと2番で注目すべきは伊豆口選手の13票。伊豆口選手が13票を獲得ということで、うん、今年のルーキーだよね。はい、交流戦でちょっと、うん、名を挙げたというか、はい、みんなの市民権を
出始めてるのかなっていう、完全にね、なんかこう、あの伊豆口選手頼りになるぞっていうのが、うん、あ、鮮明になった交流戦でもあったと思いますね。まあ、門脇選手も発表、あ、だからね、まあ、変わらぬ期待はありますが、変わらぬ期待はやっぱり門脇選手、もう去年のね、あの活躍を見たらこんなもんじゃないぞっていうところで、うん、伊豆口選手とバチバチやってほしいっていうふうなのが伝わってくるよね。あとは岡本選手の2番2番岡本選手、プロ野球チャンネル的に推している2番岡本、はい、これ我々ね、本当にあの末端の草の根であの大きく叫んでるんですけどもどうだろうということでね、2番打者最強論ね、うん、まあそういうふうなさまざまな意見をいただく中で、まあ、やっぱりヘルナンデス選手が30票ということで、はい、大きな、得票をいただきました。続いて3番バッターいってみます。ダルルルダン、ヘルナンデス40票いや、ヘルナンデス選手だからもう2番でもいいし3番でもいいしってところでね、はい、で、2位の直樹選手が21票ですから、はい、これまたね、ヘルナンデス選手がダブルスコアということで、そうですね、まあ、打線を組む上ではどちらにするのか、まあ、ここ2番、ヘルちゃん直樹選手、はい、が1位2位をお互い争ってるので、うん、まあ、ここ2番3番どう2番3番でどっちかがヘルナンデス選手が2番か、うん、直樹選手が3番、うん、あるいはその逆っていうところで、まあ、この辺で、まあ、一つ上位は 1,2,3 は固まってくるかなっていうところでは、返す返すもヘルナンデス選手が、そうですね、エリ君が来てなかったらね、まあ、あの加藤さんの好きな左右左にはなってます、まあ、そう、もうなんかジグザグオタクなんでもうジグザグじゃないと気持ち悪くなっちゃうみたいなところあるんですけども、さあ続いていってます、4番バッター総選挙第1位ドルルルン、78票岡本和真選手、もうこれはもうダントツ で、ね、次がヘルナンデス選手と丸選手の2票ですから、もうまあほぼ満票と言っていいね、うん、岸田選手と萩尾選手の1票入ってますね。さあ続いていってみましょう、まあもうこれはもうね、4番バッターは論じるまでもないというところで、5番、さあドルデン、5番の最多得票数は萩尾選手が27票で、なんと萩尾選手すごい、もうこれがね、民意ですよ、はい、G 党の民意、巨人ファンの民意、いや、 やっぱりね、こう今回の交流戦でもやっぱ頼りになる場面でね、そうですね、うん、いい仕事、いい仕事、犠牲フライも打てる、はい、ヒットも打てる、長打も打てる、うん、力があるんでね、やっぱり ロングが打てるっていう選手はジャイアンツの中でも現状ね、萩尾選手にかかる期待っていうのは大きいっていうのが、伝わってきます。まあコメントでもね、あの、うん、萩尾選手でダメなんだったらまだ我慢ができるというようなコメントも、ついにそういう、ついにそのところまで来たっていうところではね、やっぱり期待度は高いのかなと。嬉しいね、まあね、やっぱりあの、ドラフト2位というところで、まあ、こういう働きを期待されてきた萩尾選手がようやくね、はい、まあ、去年はすごいあの大変な、なかなかこう一軍ではねアジャストできなかったところがあるんですけども、2年目にしてようやくこう、ね、そうですね、みんなが感じ始めてると、いや、もうジャイアンツファンの中ではすごくね、あの信頼を得てるっていうのが伝わってきます。あと5番打者のところで、うん、あのいただいたコメントで、はい、ね、目立ったのが、うん、こう5番打者が決められないからもうコメントしませんとか、打順組めませんというような、はいはいはい、やっぱり皆さん5番打者っていうところをキーポイントに挙げてる方が多かったかなと。そうなんだよね、現状やっぱりまあ課題だし、ね、まあ、岡本選手の次をね、後ろをね、誰が、そうですね、座るかで、サポート4番バッターをサポートする、ね、うん、5番バッターの役割というか、あ、やっぱりまあ強いね、強かったからのジャイアンツ考えても、やっぱり原さんの後吉村さんが打ってたりとか、ちょっと遡りすぎ、すごい、だって黒原吉村清みたいなさ、はいはい、もうそりゃ強いよね、うん、でもあの頃でもね、優勝できるとは限らなかったから、はい、まあまあまあ、そんな昔話はさておき、あと新外国人みんなまだ求めるまだ求めますか、新助っ人に託すべきだというのも1票入ってて、そうですね、まあまあまあ、皆さんの、ね、その辺のこう貪欲な姿勢っていうのも伝わってくるかなと思いますね、はい、はい、さあ続いていってみましょう。6番バッターは坂本選手が37票、まあ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 、ですんで、まあやっぱり今回のそのね、日本ハム3連戦も7番ということで、ちょっとこう、はい、そうですね、ね、下位に置くことで、まあ、表現は難しいですけど、うん、ちょっと負担を減らすというか、負担を減らしてそこでズドンといったんで、答えたと、やっぱみんななんかこうね、坂本選手に過度な期待を及ぼすよりはちょっと今の状態なら楽なところで、
打ってほしいと楽なとこで、でそうなると、ね、やっぱりランナーが出て坂本選手っていうのがあるんで、まあ、あのジャイアンツの首脳陣が選ばれた嫌らしい打線というか、嫌らしい打線、まさにね、下位打線というか、はい、下位打線っていう、だからやっぱりまあ7番坂本っていうのは結構え7番なんだってやっぱ思ったけども、思いましたけどね、やっぱりまあさすが一番近くで見てるコーチ陣が決めたオーダーであって、はい、そうですね、まあ、結果的にねこうやってあの連敗脱出できた、はい、ということなんで、まあ、6番あたりでこう一つ、そうですね、変わらぬ期待はね11票5番に入っていたりとか、はい、2番バッターで8票入っていたりってありますけれども、うん、皆さんの総合的に見ると、6番あたりがいいんじゃないかな、いいかなというね、なんかその辺のこう現実路線なあの思いも伝わってくるし、はい、まあ、あとはね現状坂本選手2割4分1厘というところですけども、はい、まあ、坂本選手のねこう力からす ると、 からするとこのまま終わるわけじゃない、終わるわけではないので、どんどんねこの暑くなってくる季節、はい、うん、休みながら、はい、6番あたりでちょっとそう優れたパフォーマンスを、またねリーグ戦再開後やってほしいなと思います、はい、7番いってみましょう。7番ダルルルダン、7番はなんと岸田選手が22票やりましたでね、時点が坂本選手の21票ということなんで、はい、結構この首脳陣が考えた、まあ、会に坂本選手を置くっていうのが支持を集めて、支持を集めている。そしてやっぱりこれあれですね、まあ、あのスタメン保守としてのキッシャンが完全にもう市民権を得てるというか、そうですね、もう座りがいいっていうね、うん、であの大城選手が13票とか、はい、まあ、小林選手6票っていうところで、あの他のねキャッチャー、まあ、みんなそれぞれに頑張ってほしいっていうふうな思いは伝わってくるんですけど、現状キッシャンがね、そうですね、うん、これはねやっぱ交流戦中のすごくそのまあなんていうのか熱心なすごい親身なリードとか、そうですね、守備も含め、うん、あと打撃の方でも阿部監督がね評価されてるように、うん、しっかり打ってると打ってるっていうところでは、その辺のねなんかファンの期待が伝わってくる7番岸田選手かなっていうのが、うん、分かります。やっぱここでもね、秋広選手が2票とかそうですね、いやいや、やっぱ秋広選手のね本当ポテンシャルを考えてみたら、あスタメン張ってくれよっていうふうな思いは当然ね、うん、伝わってきますよね。はい、そして8番バッターいってみましょう。8番バッターファンが選ぶ総選挙、じゃんじゃんじゃん、伊豆口選手がなんと30票、いやーすごい、伊豆口選手本当に、青山学院大学も大学日本一おめでとうございます、本当に、強い、そうです ね、 ね、改めて水野スカウトの敬願というか、いや水野スカウト、いやこの前もお会いしたんですけど、はい、いやみんなやっぱ頑張ってるよなっつって、はい、すごくあのね、ルーキーたち、まあ、はい、あとはね若手たちの活躍すごい、水野さん、あの、まあ、含めスカウト陣ですよね、ね本当にずっとね、伊豆口選手も30票なんですけど、ここでもやっぱり注目したいのは2位の門脇選手も17票集めていて、うん、門脇選手にまだまだね出てきてくれ、スタメン張ってくれっていう風な声も多数寄せられている、はい、うん、だからやっぱり伊豆口選手と門脇選手は本当バチバチやって、ね、そうです ね、 ね、切磋琢磨して、切磋琢磨して今日はどっちがスタメンかな、うん、あ伊豆口だ門脇だっていうので、まあ、かつてのね、いやそうですよね、岡崎さんと河野純喜さんのショート争いみたいな、うん、はい、いや本当どっちなんだろうみたいなね、いやいや、ちょっと前考えたら、うん、坂本選手の代わり誰ができるのっていう時代がずっと長かったわけじゃないですか、うん、今もう2人が争っ て、うん、そこに中山ライト選手もファームで頑張ってますよっていうようなレベルが上がってきてるのかなっていう、と、ね、いうことではね、一つ一つのチャンスをものにしてほしいし、うん、こう高いレベルでね、はい、競い合ってくれたらさらにジャイアンツの未来は明るいものになるんじゃないかなと思います、うん、あとあれですね、投手も1票入ったね、そう投手も1票で、その場合その投手に1票入れた方は9番に直樹選手を入れ て、まあ、いわゆる ラミレスラミちゃんパターンというか、8番にピッチャーを置いて9番にみたいな、はい、まあ、でこう丸選手にいい形で、そうですね、1番バッターから始まるような、はいはいはい、そう循環ですよね、みたいな意見もありました。ということで、327人の皆さん本当にもろもろどうもありがとうございました。なんか加藤さんの理想オーダーどうですか。いや結構ね、近いものがあって、まあ、私はヘルナンデスを3番に据えて、あなるほど、まあ、2番でね伊豆口さんと門脇さんを結構競わせたいというか、であの吉川選手が6番、はい、6番吉川選手で7番坂本選手、あれじゃあ5番は5番は萩尾選手、ああなるほど、はいはいはい、なるほど、みたいな感じでね、
組んでは見たんですけど、ただその後ちょっと右がこうなんかね、ヘル岡本萩尾ってこう、まあ、右なのが、いやけどね、うん、一時期ずっと左しかいねえみたいな話があった中で右が出てきてくれてるのは嬉しいから、まあまあまあね、エルナンデス、ね、選手右っていうのが大きいですよね。大きいよね、これは大きい、はい、いやで返す返す国際部の皆さん本当にありがとうございますお動画の時はいろいろ言ってすいませんでした、はい、いやこれはなかなかでも結構現実にいいオーダーだよね。そうですね、これ327のコメントに対してちょっと票が少ないじゃないかっていう話もあるかと思うんですけど、うん、あのついてるコメントに返信されていたりとかいうことで、はい、純粋なあの投票数をこちらでこう結構ガチで、はい、ガチで手計算したもので、まあ、間に合ってない部分もあるとは思うんですけど、はい、なんか落ち着くところに落ち着いてるのかなっていう。いやこれで組んでね、実際、リーグ戦再開は、うん、ヤクルト戦、はい、東京ドームですけども、なんかいいこの辺りになるんじゃないかなっていうようないい戦いができるんじゃないかなっていうところではすごくね、皆さん本当にまあやっぱ頼りになるというか、はい、ね、一つこうあとは星野陣の皆さんへのこう敬意も感じるしね、はい、うん、組んだものに対するこうね、あのここはいいけどもこうやってみたらさらにいいんじゃないかなみたいなのも感じるしというところで、あとその中でこう近未来に対する期待も感じる。本当だよ、ね、やっぱりまあ今ねジャイアンツ球場で桑田二軍監督の下でイースタンの試合出てる選手はね、いややっぱりもっと突き上げてほしいし、うん、出てきてほしいし、はい、うん、っていうところではなかなかこれあのやってよかったねやっぱり同じようなことを考えられてる方多いのかなっていうね。やっぱりね、まあ本当にね、まあ、あの、一つ一つのコメント読んでいくとさ、はい、やっぱりまあみんな勝ってほしいっていうのがね、そうですね、うん、いや、この位置じゃねえぞっていうか、うん、もっとね、できればこう、大型連勝で、そうですね、ちょっと貯金を増やしていきたいっていうかね。ようやく打線がこう上向いてきたので、うん、なんとかこうガチッと、ね。いやね、もう大型連勝っていうのは、とにかく打たなきゃ、打たなきゃできないから、はい、うん、っていうところでは、あの、まあ一つね、いろいろあったけども、さらにまあ期待が高まる形で、はい、リーグ戦再開に持っていけるんじゃないかなと思います。うん、はい、ということでね、ファン、打順総選挙、多くの皆さんのご意見どうもありがとうございました。この結果に対して皆さんどう思いか、ね、いや、こんなオーダーがいいぞ、そういうのがあったら、ぜひね、皆さんあのコメント欄の方に、はい、書いていただいて、さらにね、みんなでいろいろ理想のオーダーっていうのを、考えてみたいと思います。さあ、4日間のブレイクを経て、いよいよ金曜日からまたリーグ戦が再開されます。東京ドームでのヤクルト戦。さあ、そこからさらに、再浮上、はい、狙っていきたいと思います。皆さんも、ぜひチャンネル登録いただいて、ご覧ください。それでは皆さん、このね、金曜日、どんなオーダーでまた、安倍監督以下首脳陣の方が組んでくるのか、ぜひ楽しみにするとしましょう。それでは皆さん、ごきげんよう。